リンリン、ハローパラレルリニパラレルのリントです。はい、今日はね、爪切りの動画をちょこっと撮っていこうかなと思います。ちょっと一匹はすでに終わらせちゃってっていう状態なんですけど春、そしてギョロ、そしてハロくんの合計3匹残りやっていこうかなと思います。ちょっとうららちゃんがね、結構大荒れなので、うららちゃんはちょっとあれです、革手袋をしながらやってました。で、他の子は革手袋なくてもいけるなーっていうのと、軍手とかも履かないで私はやるんですけども、どんな感じでやってるか見せていこうかなと思います。で、やり方は2つ私の中であって、ポーチに入れたままできること、ポーチに入れたままってするのが難しいことを言ってハロくんはちょっとポーチのままでは難しいので、このブランケットというか毛布ね、もう完全にその子たち用の毛布になって、汚れて E系の毛布にしてるんだけど、そこで切るようにしております。じゃあまずハルくんからです。ハルくんはね、あんまり君は怒んなくていいのよ。今泣いてるのはギョロちゃんです。じゃあハルくんの爪切りから。はい、ごめんね、やだよね。私のやり方としてはこういう感じで、腕だけ出してあげて、こうやって1本ずつやっております。最初ね、ポーチとかにも入れないで、ヘッドコントロールだけして、で、手で持ちながらねやってたんですけど、結構それやるとギョロが、それでちょっと私失敗してしまったんですけど、爪切られてるっていうのがね、見えてるのがあんまり良くない、嫌いみたいでね、っていうところです。よいしょ。こうやって手元映してやったことがないからあれだね。よし、オッケー。じゃあ後ろ足失礼するよ。はい、ごめんね、後ろ足。はい、ありがとう。よいしょ、こんな感じで。はい、あ、ごめんね、今ちょっと痛かったかな。よいしょ、はい、OK。 はい、次はもう片方の後ろ足。あ、ごめんね、あ、うんちだこれ。よいしょ、ごめんね、はるくん出てこないで。はるくんも終わったら戻すから。しかもあんたあれだよね、いつも入ってるポーチじゃないからちょっと落ち着かないよね。ごめんね、手元にあったポーチがさ、他洗っちゃってたからさ。君のポーチじゃないんだよこれ、ギョロメちゃんのポーチなんだよ。で、あんたの匂いつくから一回洗わないとね、洗濯してね。よいしょ、はい、ありがとう。あと前足とか右手ちょうだい。そう、この間ね、この子ね、爪どっかに引っ掛けちゃったのかね、痛々しいんだけど、一個ちょっとね、爪が欠けてます。まあ、ただ爪なんでね、生えてくるんで、そのまま様子を見ます。皆さんはね、自分でまあ爪切りが難しい場合は、ごめん、このカメラだと映らないね。本当にこの先端の白い部分だけを2ミリぐらいかな、2ミリもないかな、これね、本当にこう尖った部分だけを、あ、ごめんね、あ、ごめんね、はい、ごめんね、はい、ありがとう。あなた、いつもいるポーチの方に行こうか。今最近はこのポーチの方にいるんで、こっちに入ってもらって、このポーチ怖いよね。はい、はい、どうぞ入って。はい、ありがとう。ちょっと待ってね。で、いつものごとくマシュマロですね。ありがとうのお礼にマシュマロをあげます。はい、こんな感じ。今ちょっと落ち着かないね。はい、どうぞ、いいよ、食べて。落ち着いてないね、ついてないね。あ、食べた。はい、中でこうやって食べてもらってます。見せ方がむずい。はるくんでした。はい、はるくんはこのまま
ポーチの中でゆっくりしてもらいます。もっと手元にいいポーチがね見当たらなくて、これぐらいのサイズがね一番やりやすいです。入れてくってここの口をね中にいる状態だとさっきみたいにくってやって、でこの辺から隙間ができるじゃないですか。こういう感じでわかるかな、ギョロちゃん。わかったって。これねギョロちゃんで見せるのが難しいんだよね。ギョロちゃんすごいこう暴れちゃう子だから、ね、ゆっくり見せられない。ゆっくり見せるとここからピローンって出てっちゃうからもしれないから、ハルくんでも難しいんだけど、でまあこういう感じで片側を止めてあげて、でこの隙間から手をピュッて出して、でそれをまた一回締めて、でそれをこうパチンパチンパチンって切る感じ。ちょっと大荒れのギョロメちゃんをやります。でギョロメちゃんはギョロメちゃんは大荒れなんですけど、こういう感じでねやっていきます。ギョロちゃんもね爪伸びてきてるからね。あー、そしてですね、私今やられました。痛いよ。ポーチ越しに噛まれました。痛いよ。ごめんね。でもさ、爪は切らない方、これ邪魔だな。このポーチね、こういう100均のクリップ、ね、と、あと、この、こういうので、くっつけて、ケージにね、入れられるようにしてます。ちょっと手の力強いんだな、君な。でこういう感じでね、ここさっき言った通り閉じてるでしょ。ギョロちゃんごめんね、ほんとね閉じてるでしょ。でこの片方隙間あるでしょ。そっから手を出すのね。で手をこういう感じで人差し指と中指、まあないし薬指とかでもいいんだけど、挟んで固定してあげます。で固定した状態で、あとは爪に対して爪切り、私はこの爪切りを愛用してますけども、爪切りをこういうふうに、私は見えるかな、ここにね爪が今引っかかってるの。でフックがねこういう風な感じで、あ見えないね多分ね、ここ爪ね見えるかな、これ見える、難しいね。でここに爪を乗っけてあげる感じね、この銀のところに今乗っかってるんだけど、であとはそれで切りたいところをクッと調整してあげて、でパチンと、他の指も同様爪に引っ掛けてあげる。で先端だけ出してパチン、先端だけ出してあげてパチン。あ、これ全然切れてないじゃん。あ、ふシュシュ言わないで、それ臭い匂い出すやつじゃないですか、あなた。はい、そしてパチンって感じで終わり。では次後ろ足、後ろ足どこですか、あなた。あ、ここにかけてあったのね。はい、後ろ足を出して、出した状態でまたこう押さえます。でこの状態で、爪引っ掛けてパッチン、爪引っ掛けてパッチン、爪引っ掛けてパッチン。あ、ちょっと動かないで、動くとやりにくい。はい、爪引っ掛けてパッチン終わり。それと先端がねちょっとだけ切れているっていう状態。焼きすぎちゃうとね血出ちゃうんで、ただ血出てもダバ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 血が出てないようだったら私は大丈夫だと思います。軽くねティッシュとかで拭いてあげれば問題なくって感じだと思います。よいしょ。はい、はい、そして
あーごめん、はい、これで全指完了で、ギョロちゃんはあのマシュマロも渡した上すぐケージに戻してあげます。ギョロちゃんごめんね、怖かったね。はい、ギョロちゃん、キョロちゃんは怖すぎてもう嫌みたいです。あ、でも食べてくれたね。はい、キョロちゃんです。さあ帰ろうか。はい、では最後ね、一番のモンスターですね、ハロくんです。ハロくんはですね、ポーチに入れながらっていうのができないんですよ。こいつ力がめちゃめちゃ強くて、でしかも嫌がりながら思いっきり噛むんですね。風穴が開くレベルで噛むんです。なのでさっきのこのポーチでピッて出してっていう作戦だと、このここのね、デッドゾーンから顔をグッてやって、掴まれてるこの辺をがっぶりと、もう貫通するぐらい噛みます。さっきギョロに噛まれたけど、血出るほどは噛まれてないからね。痛いなって。なんか、針がちょっとチクってしたなぐらいで済むんだけど、この子の場合はチクじゃないの。もう刺さるの。だから、この子の場合は、まず、おとなしいので一回出します。はい、いただいて。ただね、違うのよ、はい、いや力が強いね。こう置きます。でこの状態でヘッドコントロールをします。あー、ヘッドコントロールができない。今日結構力強く抑えますじゃないとほら出てくるの。で、こいつは今爪切りされるって分かってるね。からめっちゃ逃げようとする。で、このヘッドコントロールしながら手を出します。そして爪切りします。あー、抵抗がすごい。痛い、軽く噛まれました。いった。こいつの爪切りだけが本当に大変。爪切ってやんないとさ、こいつほんとあっちこっち掴むタイプの子だから。あー、ちょ、ジコジコは言ってないんだけど、シューシュー言ってますね。よいしょ、ジコジコ言いましたね。よいしょ、ただこの状態にして、よいしょ、よいしょ、ごめんね、嫌だと思うんだけどさ、でもね、これね、切らないとね、大変なことになるのよ、後々。だからね、あー、ほら、あ、ダメ、そっちはダメ、はい、もううんちまみれ。力が強くてさ、私でもね、この
あーごめんね、この毛布じゃないとねヘッドコントロールができないので、ヘッドコントロールしながらの爪切りはねこれだとやりにくいのね。頼むからさ、こいつの力強さだけがねちょっとね大変ですよ。いや力が強いね、力が強いね本当にあんたは。あーごめんごめん、はいごめん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 、はいヘッドコントロールいっぱい動くから見せたい角度では撮れない。はいはいはい、やっと手を出せたよ、よいしょ。動画撮りながらのハロ君はしかも3匹同時にやるのは難しいね。ハロ君、こっちの手の爪切りもさせて、これやったら終わるから。まあやだよね、押さえつけられてさ、爪切られてさね、野生化じゃありえないもんね。よし、オッケーと、マシュマロ、あ、はいはい、オッケー、はい、どうぞ。あ、ハロ君、そっち行かないの。はい、ハロ君でした。あ、ハロ君、やっぱ力が強い。よいしょ、はい、ハロ君もマシュマロ。ハロくんね、爪切り以外はこんな感じでおとなしいんですよ。あの爪切られたからといってね報復しないでしょ、わかる言いたいことね、こいつ爪切ってきたやつだっていうので報復で私に攻撃はしてこないの。だからねそこは安心なんだけどね、あの爪切るのにこの毛布使いながら本当に体をコントロールしなきゃならなくて、そこだけが大変。この子はそれ以外はほらこんな感じでおとなしいの。かわいいよこの子、いい子いい子。まあ爪切れたからあの全然ギュッて掴まれても痛くないねやっぱね、うん、あのもううんこまみれ。とりあえずこの子もじゃあ戻します。はい、という感じでね、こんな感じで爪切りしてます。3匹やると10分、20分ぐらいかかるから、説明もしながらだからもうちょっと時間かかったかな。はい。普段だったらだいたい3匹、4匹合わせて、まあ10分から10分ぐらいかな。今日はね、説明しながらやったんでちょっとお時間かかってしまいましたけど、そんな感じでいつも行っております。ああ、わかったわかった。よいしょ。はい。っていうね、爪切りの動画でございました。爪切りのやり方、ちょっと役に立つかどうかはちょっとあれですけれども、あのヘッドコントロールが大事です。あのこういう風にちゃんとこうね、あの頭のここの部分を押さえてあげる。ちょっとごめんね、ハロ君嫌だよね、今ね。こういう感じ。今強く押さえてないから、ハロ君嫌がらないけど。はい。こういう感じで、ここの部分をタオルとかで目を隠してあげた状態。うん。こうして、タオルとかで隠してあげて、押さえて。で、ここを手出してでチョキンチョキンチョキンって切ってあげるっていうパターンと、あのポーチとかねこういうのに入れて安心させた状態で手だけ出して切るっていうパターンの2パターンやってみていただくといいかなと思います。ハロ君ごめんね、ありがとうね。うん、ハロ君いっぱいいっぱいうんちしたね。ハロ君いっぱいうんちしたよはい、っていうところでございます。はい、ハロ君です。おう、大丈夫かい。またねはい、という感じでございました。何かの参考になればいいなと思います。
はい、またよかったらね、次の動画を見てください。でよかったらチャンネル登録、Twitter のフォロー、そして高評価などですね、よろしくお願いいたします。ということで以上、リントとじゃあハロくんでした。ハロくん。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。